はい、こんにちは。ログ12が 0.308 より小さいことを示してくれという問題なんですけども、以前、札幌医科大学の問題で、5の130乗が何桁かっていう問題が、この手の問題は、普通は対数の近似値が与えられていて、出題されますけども、この札幌以外の問題は、対数の近似値が与えられていなかったと。ってことは、ちゃんと自分で対数の近似値、これを、が何桁かを求めるのにふさわしい、ところまで求めてねという、出題の趣旨で。で、まあ、ログ12が、まあ、0.3010 でしたっけ。まあ、これぐらいさすがに私も覚えちゃって、よく使うんで出てくるんで。ぐらいはまあ、もちろん知ってて、じゃあ、これだからもうこんなの示せた、なんていう、例の、東大の演習率が 3.05 より小さいことを、大きいことか。0.305 よりも大きいことを証明せよ。いう問題で、まあ、あれおかげさまでもう240万回ぐらい再生されてるんで、まあ、いろんな人が見てくれてるんですけども、そうするとまあ、いろんなコメントが多くて、π は 3.14 だからっていう、まあ、冗談だとしてもちっとも面白くないコメントで溢れ返ってるんですけども、まあ、もちろん先人たちが、この小数第4位か何位かわかんないですけど、対数表を作るのに10年以上かかったと。その苦労をほんのちょっとは、まあ、この程度はすぐ出せるんだから、まあ、まだまだ 0.7 ぐらい違う。小数、要するに小数第2位までですよ、これ当たってるのは。小数第2位ぐらいまではちゃんと自分で求めてくれという話で。で、この5の130乗が何桁かっていう問題、まあ、ごく普通に x と置いて、両辺を対数10で取ると、まあ、130log15 がいくつぐらいかと。これが n と n たす1っていう、まあ、整数部分が分かれば、まあ、何桁か分かるという話で、で、ログ15っていうのは、まあ、対数の性質使えば、ログ10、2分の10なんで、1引くログ12と。なんで、まあ、ログ12の値が、こう、整数部分が分かる範囲まで求めてくださいっていうのが、この問題で、で、まあ、対数の近似値求めるのは、対数が無理数であることを証明するのと全く同じ手法ですよね。ログ12が有理数だと仮定すると、有理数なんで、a 分の b っていう、まあ、自然数、まあ、プラスの数なんで、自然数分の自然数というふうに表せたとすると矛盾しますよという話で、これはまあ、対数の定義で10の a 分の b 乗が2と。両辺 a 乗すれば10の b 乗が2の a 乗と。もうこの時点で ab 自然数だったらばもう素因数分解の一時性からして明らかになり立たないということで、まあ、有理数と仮定したことが誤りだから無理数っていう証明、まあ簡単にできるんですけども、まあこの証ですね。要するにこれがこうなるような a と b 探せば大体近似値わかるよねっていう話ですね。なんで、まあ、ログ12を知りたければ、2の3乗が8より10の方がでかいねって言って、両辺に10定を取ってあげれば、こっちはもちろん1。で、3が前に出るんで、3ログ12が1よりちっちゃいと。じゃあ、ログ12は、3分の1、0.333 よりはちっちゃいねと。だまだこれは言えないですよね。で、まあ有名な2の10乗は1024。なんでそれは10の3乗よりは少しでかいねと。で、これはやっぱりログ10を取ってあげれば、10ログ12が3よりでかいんで、ログ12は 0.3 よりはでかいですね。ということで、ログ12は、0.3、10分の3よりでかくて、3分の1より小さいという、この、まあ、ややガバガバな、まだ、要するに、小数第1位が 0.3、0.33 と、小数第2はまだわかんないと、0と3の間なんで。いうような状態だと、この5の130乗の桁数は求まらないと。実際やってみると、130、1引く
ログ12。この不等式でやってみると、こっち側に130カッコ1引く、引き算だから、こっちになっちゃうのか。3分の1をやると、130の3分の2倍。260割る3で、3パ24、サブ6、18、86点なんとか。で、こっち側は、130×1 引く10分の3、0.7 倍。130の 0.7 倍は91。だと、91と86じゃまだ87なのか88なのか89なのかわかんないから、ここをもう少し精度を上げてくれっていう。で、まあそうすれば、この札幌以外の問題も、この問題もできますよという話です。そうすると、精度を上げるんだから、2の10乗が、10の3乗よりも、でかくて、2の11乗、2の12乗、2の13乗が、2の11乗が2048、12乗が4096、13乗はまあ 8000X ですね。8192かな。これは10の4乗よりはまだちっちゃいですね、と。ということで、ログ12の13、ログ10、10の4乗と。ということで、ログ12の13倍は4よりちっちゃいということは、ログ12は13分の4よりちっちゃいと。そうすると13分の4の割り算するだけ。4割る13。0.339。10。まあ、ですからこの札幌以外の問題はもう13分の4っていう、ここまで求めてくれっていうための130乗だったんですね。これでも、ちゃんと、130×13 分の、1引くだから、9。なんで、90。90よりでかくて、91よりちっちゃいんでっていうことで、桁数は求められたと。で、これは、0.308 より小さいことを証明しよう。だから、単にあと割り算するだけと。30。で、7。91で9だから 0.3076 よりもログ12はちっちゃいんで 0.308 よりはもちろんちっちゃいということがこれで示せたということになります。じゃあ以上です。ありがとうございました。おかげさまで本第1弾、第2弾、第3弾すべて10版出題ありがとうございます。で、この第2弾のブルーバックスの大学入試数学100選の、構成を手伝ってくださったのが、私の動画のコメント欄に、回答を寄せてくださっていた、PC サンタロさんという方が、動画の回答、解説を丁寧に PDF にまとめてくださったものをノートで、第1弾200選を発売したところ、好評につき、第2弾の、50選も発売しております。そちらはノートなんで、電子の特徴として、ワンクリックで解説、動画にも飛べて、非常に使いやすくなっているので、ぜひそちらも概要欄から購入よろしくお願いします。